人になることだったり、その働くってことが夢なんだってこと、僕たち大人がその夢の中で生きてるってことをすごく彼に教えられて、そうすると言い訳できないですよね。自分も逃げたくなる時ありますけど、ふっと思い出しますよね、その子のこと。そうするとやるかってやっぱり思いますよね。思いやりって論語の仁があって、財産の財、あなたの会社ってことはあなただからって、北勝じゃいかんと思う。タイはライバルですよね。こうあったかいし、太陽が